さあ、着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも、労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？いや、もう大丈夫です。ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。この選択肢、なんかオリジナル版にもあった気がする。どうしよう。クラウドなら下言いそうだけど、きついのください。きついのくれないか。言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。遠回しにティファーが無能だと言われた、ジェシーに。そうだ、すっかり忘れた。そのマシーン、隠しエレベーターみたいに、隠しリフトが、隠しリフトみたいになってて、地下に作戦会議室がある仕組みだった。時間を潰す？あ、外出れない。まだカクテル残ってるけど。黄色い花か。あ、これもらった花。
他は特に。今日のメニューなんて貼ってある。どうしよう。これで遊んだり。あ、そういえばダーツ、セブンスヘブンダーツランキング、ウェッジ1位だけど。遊べる。ダーツのルール、あんまり覚えてないな。とりあえず真ん中に当てればいいでしょう。あ、なんだこれ。あ、めっちゃ揺れるカーソル。こう？お、ん？これはギリギリ真ん中じゃない。ブル。ぴったりゼロにすりゃいいんだもんな。ここ。よし。あ、これうまくいけば3ラウンドで。ほっ。よし。あ、ここ結構揺れるなこれ。ほい。オッケー。待てよ、結構ややこしい数字にしちゃったな。20だから、あ、やべ。そうだ、ここトリプルになるじゃん。シングル20のシングル17。あ、何そのスロー。ドヤ顔。4位だ。おとなしく待つか。暇つぶし終了。メインストーリー作戦会議。クラウドを下に行っちゃダメかい？ティファを待ちますか。はい。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてんだ。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。
ジェシー、まだか？今行く。本当、ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。はぶられた。ゴクラグビッグス、早すぎ。お、報酬ならあれ以上は出せないぞ。邪魔が入った。続きは？無茶すんな。お、ごめんね。今はみんなと話がしたいの。ごめんごめん。それから？はい。だからこそっすよね。三人がかりで押したんだけどね。で、なんだっけ？こういうの久しぶりだね。帰ろう。本家から追い出されて、みんなでやけ食いした時以来っす。追い出されてない。独立な、独立。あいつらなんだ？ん？近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。柄が悪そう。まったく、うちのボスは人使いが荒いぜ。兄ちゃん、近所の人かい？まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか？この辺りにネジロがあるらしい。どうだろう。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ？200。300だ。ちゃ、まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。え？バレットの情報量300ギル。安っ。いや、高いのかな。文句あっか。見てんじゃねえ。オッケー、邪魔だ。どこの人たち？ごめんなさい。ウータイとかではないよね。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。襲いそうなスタイルなんだもん、4人全員。ここ前にモンスター退治したところ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ、知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした？あ、やるのか。町のゴロつき？竜がゴロつきかな。ナイフ持ってる。痛い。あ、全然強くない。丸いな。よいしょ。あ、銃持ってる。仕上げだ。射撃、危ない危ない。大したダメージもないし、込めてる、弾を込めてる間がもうガラ空きだ。沈め。見て。地球の入ったい。やめんかい。右腕が銃の男の話だった。いや、そのなぜ探ってる。これは命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。命だけはやっていいよね。やっちゃう。消え失せろ。集中していく。待って、蹴りが思いのほかやるな。ここまで
やっちゃった。シンラがバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その1。部屋に戻るか。そうだ、バレットに聞かれたり300ギルもらったりしたら喋ろう。やるな、何でも気を抜くな。報復があるかもしれない。え、見てたそこの人。最近たまに見かけて。報復があるかもしれん。ちゃんと夕方になってる。あの化けネズミよね。なんかね、街中の住民の話もねちらほら聞こえてくるけども、ちゃんと何でも屋の噂が立って。おかえり、遅かったね。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ？取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お。手付金代わりね。え、手付金がすげえ物騒。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかり。イフリート、マジか。地獄の火炎を出すやつ。いいね、終わったら教えて。体力減ってるからちょっと休もう。こんなジェシーからの依頼なんてオリジナル版には絶対なかったよな。まあ、そんなこと言ったらこのアパートとかスラム内でのクエストとかもなかったはずだけど。準備は OK？ OK。じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。